これは、障害者の経済的自立を支援しようと県と日本財団が2020年に締結した連携プロジェクトの一環です。障害者の就労には、福祉施設で訓練を受けながら就労する福祉的就労と企業などへの一般就労がありますが、福祉的就労で得られる手間賃は低く、月1万8000円ほどにとどまっています。そのため、 障害者が一般就労できる企業や工場の設立を支援します今年度はモデル事業として県内の社会福祉法人が障害者就労支援事業所を廃止し障害者20人後新たに立ち上げる三郷町の植物工場で雇います工場ではほうれん草の栽培を行い建物の整備費用を日本財団が運営費を県が支援します 老若男女それからその障害者も健常者もともに働ける、生活できるそういうまちづくり、社会づくり、最低でも全国に10か所は作りたいなと思っておりますこのモデル事業では障害者の賃金は最大およそ140万円増えるということです日本財団は今後この事業を全国に広げたい考えです。